に魔術師を、人の英知の結晶を、全ての失われた魔力を、その力ありき我らをその中に招き入れよ。かつて世界は魔法であふれていました。そうなの？そこからですか。私たち魔術師の子孫にとって、魔術師であることはアイデンティティです。魔力が世界から消えた今、世界で唯一と言われているプリンセプスの魔術師になることでしか、魔術師になる道は残されていない。みんな負けられない理由があるんだ。どうしたのですか？新月ちゃんはなんで戦っているのかなって。この世界から今度こそ本当に全ての魔力と魔術師の存在を消したいのです。で唯一のプリンセプスって魔術師になれるのかもしれないのだとしたら、ちょっと目指してみようかなって。野良猫が通算でカムトゲザー。見えた、そこ。その方が面白い。壊しがいがあるから。私たちの願いは誰にも負けない。言ったはずです、勝てないと。